メディアを再生するザ・ボンド、交際は、ファーストナショナルによる制作で、主演、脚本、制作及び監督は、チャールズ・チャップリン。チャップリンの映画出演65作目にあたる。第一次世界大戦中に、アメリカ政府が発行した、戦時交際の一種、自由交際の購入を促進するため、1918年に、チャップリンが自費で制作し、全米の映画館に、 無料で配給されたプロパガンダ映画。公的な性格かつ短編映画ではあるものの、新しい表現技法を取り入れるなどをチャップリンの新たな挑戦が垣間見える。その一方、残された資料からはチャップリンがこの映画の制作にはあまり乗り気ではなかったことが伺える。現在はチャップリン短編集に収録され鑑賞可能だが、先の事情から音楽が入っていない上ラストは、 背景のセットは非常に特徴的で表現主義映画を先取りしたかのような黒一色の背景に単純化された構図、配置の道具類がくっきりとした照明に照らし出されたものとなっている。内容は絆と交際を掛け言葉にして様々な絆を描写した一連の寸劇となっている。自由交際は最も重要なものとして最後に登場し、 その寸劇の中でチャップリンは、イフケーシドニーが噴したドイツ皇帝を自由交際と記された大きなハンマーで叩きのめし、観客に交際の購入を呼びかけている。ウォール街の集会でダグに担ぎ上げられるチャップリン、犬の生活の編集作業を終えたチャップリンは、作業終了翌日の1918年4月1日から政府の肝入りで名誉、 ダグラス・フェアバンクス及びメアリー・ピック・フォードらと戦争協力を叫んで自由交際募集の強化ツアーに借り出された。アメリカ各地を遊説したその時のニュースフィルムが残っており NHK スペシャル映像の世紀第2週の中で見ることができる。一連の映像の中には演説に熱がこもりすぎて勢い余って段下に落下する映像も残されているがこの時チャップリンは 演説陣に加わっていたマリードレスラーの足にしがみついた後、二人ともある大物の上に転げ落ちてしまった。そのある大物は、後のアメリカ合衆国大統領フランクリン・ルーズベルト海軍時間補であった。ツアーから戻ったチャップリンは5月末から課題カムフラージュの制作に取りかかる。カムフラージュの撮影はスケジュール通りとはいかなかったが、 ツアーの中で自由交際に関する短編映画の制作を訳していたチャップリンは8月15日からカムフラージュの制作をストップしてこの短編映画の制作に取り掛かった。撮影日数はわずか6日。カムフラージュ改め短編10公開後の12月16日に封切られた。イギリスでも戦時交際購入促進のため公開されたがイギリスで公開された版は アンクルサムの登場する場面が、ヘンリー・バーグマン憤するジョンブルの登場場面に差し替えられていた。ところで、自由交際募集ツアーへの参加及び、単1銃と交際の制作で一見すると、チャップリンは第一次世界大戦への支援を積極的に行ったかのように見える。しかし、実際には明確な反戦主義者であり、チャップリンは自伝の中で自由交際募集ツアーに参加していた。 時のことを次のように回想する。ニューヨークはすっかり重苦しい空気に支配されており、ミリタリズムという食人気が荒れ狂っていた。逃れるとはどこにもなかった。アメリカ中が復従という異型にはめ込まれ、すべてのシーンが戦争という宗教に席を譲らなければならなかった。チャールズ・チャップリン、自伝、そういったチャップリンの心境を見透かすかのように、1917年。 ゴロから保守派を中心にチャップリン攻撃が盛んに行われ攻撃ネタの中心はチャップリンが兵役岐阜者でありアメリカ国籍に変えていないということであった単1銃ですら戦意公用映画ではなくそのこともまた批判の対象となっていたチャップリン自身は徴兵検査で不合格となっており兵役岐阜者という批判はまといたものではなかったまた国籍も 修正イギリス国籍から変えることはなかった。一連のチャップリン攻撃に神経を尖らせていたのは、チャップリン本人以上に、チャップリンのマネジメントも担当していたシドニーと、顧問弁護士のネイサンバーカンであり、絶大な人気を誇っていたチャップリンが、愛国的ではないという理由で人気者の座から失墜させられることを恐れていた。チャップリン研究家の王の博之によれば、 チャップリン家のアーカイブに残されている当時の書簡にはチャップリンが一連の戦争協力活動に消極的であるがためにシドニーとバーカンが焦りを見せている文面が伺えるという1918年に入ってチャップリンはシドニーやバーカンの説得をようやく受け入れて前述の自由交際募集ツアーへの参加や交際の制作に乗り出すもののチャップリンのやる気は減損する交際の NG フィルムに垣いま見える。オーナの指摘ではチャップリンは交際を適当に撮影していた不があり、テイクナンバーは振られておらず、NG フィルムの中には、天使役を務めた子役のドロシー・ロッシャーと遊んでいる、様子や本来三日月からロッシャー演じる天使が顔を出すべきところを、チャーリーの紛争ではない素顔のチャップリンが顔を出す、様子、さらにはシドニー演じるドイツ皇帝を、 ハンマーで叩きのめすところをわざと空振りする様子などが収められている。冒頭にあるように黒一式の背景に単純化された構図、配置の道具類がくっきりとした照明に照らし出されたセットは交際の大きな特徴であるがこのセットが採用された理由は定かではない。1914年制作2010年発見の泥棒を捕まえる人を含む1971年に 映画研究家のアスプランドが制定したチャップリンのフィルモグラフィーの整理システムでは64作目。英語ではどちらもボンド友情の絆、愛の絆、結婚の絆。このことからか、古い文献では題名を絆としているものもある。ありがとうございます。